皆さんこんにちは、ブルーマンです。さあ今回もトレバーのプレイ動画紹介していきたいと思います。今回狙う景品が緑フグの大きなボンボンだったかな、よくわかんない景品なんですけど、こちら狙っていきたいと思います。でよく見かけるね、この手前落としの台でこう包みたいなものを落としていく台なんですけど、ちょっとこれ見てください。これね、この台ちょっと珍しくて、基本的にはこういうタイプの台って手前側ですね、この画面に右側のところを掴んで、この画面で手前側ですね、を持ち上げて反動で落としていくとか、こうジグザグに進めていくっていうのがセオリーなんですけど、この台ね、なんか奥狙っていくとちょっと進んでくれるんで、そこを狙っていこうかなと思います。ちょっと珍しい感じの台なんですけど、ちょっと取り方の参考にしてもらえればなと思います。結構包み自体がね、軽いっていうのもあると思うんですけど、ちょっと見てください。はい、ここ狙うとね、基本的には、持ち上がらなかったりとか無反応なんですけど、ここね、ちょっと進んでくれるんですよね。なので、もうちょっと沼っちゃってというか、これね、かなり横向いちゃったので、手前掴んでもね、なかなか進まなくなっちゃったんですけど、なんか奥進む、奥のところね、狙うとちょっと進んでくれる感じもあったので、同じ台プレイする方とかね、こういうケースで、同じような台見かけた方は、ここ狙ってみるといいかもしれないですね。基本的には動かないんですけど、動くときはチャンスかなと思います。こんな感じ。結構ね、進んでくれてるんですよ。これ今 TP 使ってるわけじゃなくて、プレイチケットでプレイしてる手も動いてるので、まあ、ちょっと沼っちゃった状態で、同じような台だったらここチャンスあるかなと思うので、やってみてもらえればと思います。さあ、ここまで来たので、あとは TP 使って獲得目指していきたいと思います。まあ、ポイント使うので、ここからアーム強くなるかなっていうところも注目してもらいたいんですけども、このあたりですね。うん、やっぱ進みますね。まあ、なんか、ポイント使ったからって言って大きく違いがあったとは思えないんですけど、チケットでもポイントでもちゃんと動いてくれるので、ここら辺狙ってみるといいんじゃないかなと思います。はい、で、ここから課金してやっていきたいと思います。あとちょっとで取れるんじゃないかなと思います。で、今回チャレンジしてる台って、取れば詳しい方はわかると思うんですけど、景品とかの下の方、おもちゃとかフィギュアとかで景品すると下の方に、1個の景品で1個の台じゃなくて、複数の景品で1個の台を扱う台ってあると思うんですよ。まあ、自分マルチ台って呼んでるんですけど、今後ね、そのあたり動画にしようかなと思ってるんですけど、やっぱね、プレイチケットとかで獲得を目指す方はですね、マルチ台、下の方にある景品を狙った方がいいと思うんですよ。で、割と取りやすかったり、ハイエナしやすかったりっていうのあると思うんで、今後ね、そのあたり紹介していこうかなと思います。で、この台も基本的にこういう感じで取れることってほぼないんですけど、やっぱ下の方にあるマルチ台だと、こういうこともあり得るので、そのあたりをね、今後紹介していければと思います。はい。で、なんてかね、やって、ここら辺まで来たので、あと1手で取れるんじゃないかなと思いますけども、さあ、どうでしょうか。こうですね。まあ、手前側狙ってもね、もうここだと反動で一気に取れると思うんですけども、はい。こんな感じで獲得できましたね。結構手数かかっちゃったんですけども、こういう手前側に落とす台で、包み自体が薄ければね、ちょっと手前側も持ち上がらないとか動かなくなっちゃった時も、奥の方でもこういう風な獲得のパターンがあるので、同じような台、チャレンジする方はですね、参考にしていただければなと思います。はい。今回も、ご覧いただきましてありがとうございました。自分のチャンネルではオンラインクレーンゲームのプレイ動画などを中心に情報アップデートしておりますので、もしよければチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。